ドスクベルフォー。どうもこんにちは、僕くんゲームでございます。今回もウィリングレブンアプリの方をやっていきたいと思います。ということで今回はね、 I have a Napoli スカウト欲しごー、 I have a ベルギースカウト欲しごー、メルテンスということで、はい、メルテンスをね、スカウトの方でゲットしたんで、今回、ね、メルテンスゲットだぜ。途中からまあスーパーサブということで、その選手紹介これした後ね、試合の方をやっていきたいと思います。まあメルテンスね、スカウトでゲットしたんで、レベル20ですね、上限が。でもレベル20にしました。やっぱポジションがね、有能ですね。いろんな場所できるから、それ強い。やっぱオフェンスセンス、ボールコントロール、ドリブル、この80以上プラスで、スピード瞬発力も高い。コンディション安定度も7と、やはり強いですね。通常で使っても強い。でこの選手のやっぱり一番の強みはスーパーサーブですね。このスーパーサーブがね、ほんと強いんで、スパサブ、で闘争心を持ってるし、コントロールカーブを持ってると、まあ、今回はね発動できるか分かんないけど、スパサブ持ってるんで、まあ後半途中から、投入していければなと思います。まあその方がね、スーパーサーブは一番能力発揮するんでね。じゃ早速ね、オンラインマッチの方やっていきましょう。お願いしますということで、皆さんはね、スパサブ、スーパーサブベンチに誰か入れてる人いますかね、リスナーさん、もし見てる方。はい、まあ僕的にはモラタ、ミュラー、メルテンス、この3人はね、スーパーサブの中でもね、特に強いね、使った感じ。 PS4 版でもかなり強いですし、アプリ版でも強いと思います。スパサブやっぱモラタが、モラタとメルテンスが結構ね、同率ぐらいというか強さ同じぐらいなんですよね。はい、ということでお願いします。バルセロナさん、調子見よう。ネイマール絶好調ってことで、これオバメ行きましょうか。カバーニがやばいんでオバメ入れて、スモーリングがやばいんでボヌッチで、メルテンスは普通ですね、いい感じだね。はい、ということで、まあチームスピードが若干まだね、99ではないですが、試合やっていきたいと思います。お相手のメンツ、あー、2トップか、442、守備が硬そうですね。ただ、やっていきましょう。お願いします。しゃー、集中しろ。最近ちょっと調子悪いんでね、はい、PS 相場の方でもね、結構負けてるんで、集中します。集中して勝てるかどうかは別問題ですけど、やっぱカーソルチェンジとかそういうところも含めてね、お願いします。相手のカーソル見るの大事だから。こんにちは、よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。あ、これは押してますね。バルセロナはこの試合442というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、はい、まあ442の型、うわダイヤモンド型、まあどちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね。空いてる、まあそこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができ、いやーネイマールのとこゴリゴリいきますね。選択肢を増やすことになりますよね。オッケー、ここは収めて、ちょっとスペース空いてない。アザール、なかなか上がないですね。リンコン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。オッケー、これがロナウド、ロナウドの力ですね、これ。ここで先制。オッケーオッケー、先制できたのでかいよ。で相手、今さっきね、相手に一瞬ボール奪われなかったんで、そうですね、こういうちょっとパスゴールですよね。これくらいの選手になると不意に行けるタイミングっていうのが、いやまずい、あぶねー、バーディー怖え、ジェミーバーディー怖いっすね。レスター所属、いやめっちゃ速いもん。バーディーはやっぱり金ボールでめちゃくちゃおすすめの選手ですね、強い普通に。ここどうする、ここね、ここ1回ネイマールに当てたいんですよね、1回。そうで、ここのワンツーを使いたい。そっち、いやアザールやば、ここは競り勝ちます。どうなってんのこれ、長いボール縦へ、バヌッチ、バヌッチ、ボールを受けます、ナイス。リンコン現在ファーストハーフ中盤で1対0、いやナイボ、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。ナイボ、今状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこ、いやーめっちゃ待って、シュートでよかったな、シンプルに、シンプリングにシューティングでよかったね今。最初のコーナーキック、
ロナウドにやって落とす。ここうわこれ逆にやばい。バーディーはやばい。バーディーはマジでやばい。マティッチスルーパス、クリスティアーノ・ロナウドに渡る。おい、ナイス。クリスティアーノ・ロナウドからのスルーパス。あー、ちょっと下マップ見えてなかったな今。マティッチカットです。リンコン相手プレス早いですね。ちょ、何これ。スペースへ出す。流れを止めます。ワンツー、そう、ワンツーが強いから。届くか。スペース出ましたね。これはロナウド、あるロナウド、ロナウド、よしよし、ワンツーしてから落として、もう一回そのワンツーで走らせる人に出すやつは強い。3人目の動き、これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、このクラスの選手になるとボールをもらう位置や動き出しのタイミングなんかも染みついてるんでしょうね。一旦蹴っとこう。クリア、これはワールドクラスのゴールですよね。クリアで、おう、そうそうそう、そういうの大事だから。今日2点目です。内部内部内部散らせ散らせ散らしまくれ。オバメある、これ2やね。よし、オッケーオッケーオッケー牧場。いや、いい感じにみんな能力が今回は引き出せてる感じ。やはり試合前にちょっと集中しようと言ったのもあるから、うん、いいね。中央固めでバーディーはまずい。危ない、うまいなっていうか、ノールックパスやん、ロナウド。そういうとこも結構ね、再現されてるのすごいよね。ノールック。ネイマールとかよくノールックやるよね。やっぱパリ・サンジェルマンのさ、ネイマール、めちゃくちゃ活躍したらしいですね。デビュー戦で。デビュー戦というか、オープン戦。親善試合じゃなくて、リーグ戦の第1戦目か。サイドのスペースを使う。オバメヤン、うわ、オッケーオッケー。 これはちょっとメルテンス後半からいきましょうか。前半だけで3ゴール、後半から、まあでもどうしよう、まだいいか、後半途中から入れましょう。これは途中から入れて、まあスパサブの能力というか、まあ点取れるかどうかは別として、まあね、いい感じにサッカーできればと思います。3点差をつけ、ワンツー強いわやっぱ。後半ゲームはスタートしています。ネイマールパスでいいよね。オッケーオッケー。アザールからのスルーパスは通りませんでした。大雨やっちゃった。これやっちまったなってやつだね、本当に。オバメやっちゃったな。男は黙ってストレートシュート。ここは男は黙ってストレートシュート。勝負のシーン来た。ネイマールはね、アシスト能力もあるんで。ネイマールへのボール、いい形ですよ。おいしょ。いや、イスコ長いボールを送ります。チョコレートイスコ、チョコレートイスコ、チョコレートイスコ。このセカンドハーフの序盤で3点差。おいおいおい、ということで60分ぐらいになったら、メルちゃん、メルちゃん入れます。この後半は無理しないで様子を見つつ相手に対応していけばいいと思いますけどもね。オーケー、リンコン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 、おい、おい、何やってんすか。まずい、そのパターンはやばい。クロスやな、これ。うわ、あぶね、あぶね、あ、危ない。ここで丁寧にコントロール。クロスを選択。危ない、危ない、危ない。合わせに行きましたが、決めることができませんでした。ということで入れましょうか。入れましょう。ネル点数投入いたします。左サイドで、まあ、チームスピリットガン下げですけど、イグアインを入れようか。じゃあ途中でここね、少しだけチームスピリットが取り戻すと。さあ行きましょう、行きましょう。イグちゃん入れての感じでやっちゃってます。ここはカットします。イグアインからのパスは通りませんでした。 OKOKOK。相手ちょっと慌ててますね。ホームガードとしては無理して、いやー、オフサイド早いな、ちょっと早かった。今は守備に集中、まあ、ウィングストライカーだから、こう中にね、てか裏に抜けるような動きもみたいなのもね、サイドから中に切り込みながらっていう動きもするんで、
まあ、そういうところもしっかり見極めながら、ね、サイドを縦に走らせます。いい展開ですね。クロスを上げる、アーチのようなパス。おい、いや今のはちょっとメルテンス怪我しない、大丈夫。サイドのスペースを使います。大丈夫、いける。お、いい形でしょ。いける、抜けてくる、シュートに行くのだ。シュート、オッケー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 。まあ、メルテンスが今の早かったね、あそこは。オッケーオッケーオッケー、ナイス、うまい感じで。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して、メルテンス、ボール受けましたね。よし、ブラボー。ブラボーって名前すごいね、ブラボーみたいな。おい、これがワールドクラスのゴールですよね。危ない、オフサイ。バディラインブレーカーだけど、やっぱ俺の監督ラインが高いから、通常からやっぱオフサイになりやすいですね。そう、裏抜けしやすいとこは逆にね。から前線へ、イグアイン、メルテンス。あー、それね、もう一回ワンツーで。ロングボールを入れてきます。裏に大丈夫、これ逆かよ。ここもしっかりディフェンスしました。そう、落ち着いていければいいから。これリンコン、大きく縦へ。おいって言いながらボールを失うっていう。ここは要注意ですよ。バーディーを、うまい。あ、これは終わった、終わった。うまいですね、今のはうまい、非常にうまいよ今の、バルセロナ。いやー、今のはちょっと見習うべきプレーですね。これはギリギリでしたね。見習うべきプレー。おい、最後のなんか足怪我してね、誰か、ちょっと待って、誰か怪我したけど今、ね、危ねえ。さあ、バルセロナ一矢報います。おい、ちょっともうパスやったのにスライディングになるっていう、これ申し訳ない。これはイエローを食らってしまいます。こうパスでさ、ヘディングしようとしてスライディングあるあるっていうのはあるの、本当に。これなんかゴールに入れたらフリーキック絶対入んねえとか言ってたの誰か。人をゴールの中に入れてたらフリーキック絶対入りませんよって言ってた。ああ、そういうことね。あれかバランが、え？バルセロナ決定的なチャンスを収めることができませんでした。おい、ちょっとこれまあまあ、俺もさっき間違ってやっちゃったとこあるから、もうまあこれは申し訳ない。俺も非常に、ウォーカー、やばい。ここでファールをスライディングが飛んできます。いや、でもやっぱ落ち着いていこう。最後まで落ち着くしかねえんだ俺は。落ち着け、ね、落ち着け。大丈夫ですかね。でもメルテンス1点絡めることできたからよかったね。味方を決める？チャンス来た。いやー、いやーって感じですけど。はい、ということでね、まあ今回、なんとかね、勝つことができました。まあ、メルテンス、まあ、後半途中から入ってね、1点分にね、絡めることできたんでよかったと思います。ぜひね、皆さんもスーパーサブね、使ってみてください。ということで、今回はこの辺で動画終わって、また次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、左上の僕の顔マークからチャンネル登録してない方は、ぜひぜひよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、そちらの方もぜひご覧ください。Twitter の方もフォロー待ってます。では皆さん、また会いましょう。さよなら、バイビー。